Okay, hello everybody. Hi, I am Junichi Fetrick. I am here at Sakatsu Gallery. And this is the shop I was talking about in Tokyo, Japan, that I want to introduce to you why we should look at this. So I have Sakamoto-san here that I want to do a little bit of introduction of his store to all of you. Let's see.こんにちは、坂本さん。よろしくお願いします。はい。でも店は素晴らしいですね。ありがとうございます。そして、マッツは簡単にお店を紹介して、いただけませんか。はい。私のお店は、ジオラマとそれから、ミニチュアの専門店です。ジオラマの材料とそれからあと作品を販売する店です。はい、すごいね。お店は他のホビーショップとどう違うのですか？はい、普通のホビーショップでは、鉄道模型ですとか、プラモデルとかそういった主人公になる、商品を売るということが多いです。で、我々はそのジオラマで商品のメインの商品ではなくて、周りの家とか木とか、風景、ダイオラマを作るための、商品を中心に販売しています。ほっと、そう、ユニークです。ありがとうございます。お店で一番人気の商品は何ですか？人気の商品は、そうですね、やっぱりプライザーの人形ですね。はい、人形のそのメーカーでドイツのプライザーというメーカーがあって、そこの人形を輸入して売ってるんですけれども、その人形が一番うちの中で販売している数が多いです。そういうの展示したいんですか、どうすれば良いですか？はい、まずは連絡をください。コンタクトしてください。それで、我々の店で、スペースのスケジュールが合えば、そうすればここで展示をしたり、あとは販売をしたりすることを我々はお手伝いします。はい、はい、今スケッツは どうのくらいですか？スケジュールはですね、大変ね。実は2年ぐらい埋まってて、なかなかすぐには開かないんですけど、それでも何かキャンセルが出た時ですとか、何かとにかくそのタイミングが合えば、展示をして、あるいは販売をしてということを、はい、やります。もっと早い。早いですね。はい。最近、海外に住んでいるお客さんは、どのようにお店から商品を買いますか？私の、オンラインショップ、サカツグローバル。そうですね。サカツグローバルで、注文をしてください。はい。わかりました。はい。はい、では今日はインタビューをしてくれて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。